ボクシングの WBA 世界スーパーフライ級王者、井岡和人市星が7日、東京・両国国技館で IBF 王者フェルナンド・マルティネス、アルゼンチンとの王座統一戦12回戦で0対3の判定負け、112から116、111から117、108から120。試合前時点で世界戦通算勝利数は、世界スーパーバンタム級4団体統一王者。 井上直弥、大橋、と並ぶ日本人最多の22勝。単独トップに加え、現役世界最多タイの快挙もかかっていたが、まさかの陥落。戦績は35歳の井岡が31勝、16KO、3敗1分け、32歳のマルティネスが17勝、9KO。客席の一部から熱狂的なアルゼンチンファンが叫ぶ中、井岡の大一番が始まった。 開始からエンジン全開で強打を振り回すマルティネスに手を焼き、主勢に回る展開。それでも冷静にガードを固め、左ボディの連打で押し返した。2、3回も激しく拳が交錯し、拍手喝采。4回以降はペースダウンした相手に圧力をかけ、左ボディを軸に攻めた。6回、見切り始めた井岡は相手のパンチを空転させ、逆に的確に当てた。7回には、 イオカコール、接近戦からボディーの連打をはたき込み、会場を熱狂させた。10回は打ち合い、11回はアウトボクシング気味にポイントを奪いに行き、最終12回は互いに力を振り絞りながら激闘を演じた。終了後に抱き合い、言葉を交わした両者。大きな拍手が継がれた。しかし、判定は0対3でマルティネスの名前がコールされた。会場には、えっ と叫ぶ人もおり、静まり返ってあぜんとした空気になった。井岡は2019年6月に日本男子初の世界4階級制覇を達成。ミニマム級でも2団体を統一しており、今回は井上に続く日本人2人目の2階級に団体統一がかかっていた。世界戦は26度目、勝てば世界戦通算勝利数で井上を上回り、 元世界ミドル級三団体統一王者ゲンナ・ジー・ゴロフキン、カザフスタンに並ぶ現役世界最多の通算23勝目だったが、すべて夢と消えた。スーパーフライ級には WBC 王者ジェシー・ロドリゲス、米国、帝剣、WBO 王者、田中恒成、畑中、WBA 暫定王者デビッド・ヒメネス、コスタリカ、WBC 暫定王者ペドロ・ゲバラ、メキシコが存在。 井岡がマルティネスと統一戦を行うため WBA が暫定王座を設定したこともあり、井岡は次にヒメネスと戦うのが基本戦だが、標的に挙げるロドリゲスとの3団体統一戦の実現も期待されていた。マルティネスは22年2月、9度防衛を誇った IBF 王者ジェルウィン・アンカハス、フィリピンから王座ダッシュ・カラ合わせ持ち 同年10月の再戦で初防衛に成功した16戦全勝を誇り昨年6月以来の試合で3度目の防衛がかかっていた